それではご紹介します。エスファクトリー井水大輔さんでビジネスの成果につなげるためのウェブ解析です。お願いします。よろしくお願いします。ではですね、早速なんですけれども、ちょっと今日長丁場なので頭をまず柔らかくするところから始めてほしいと思うので、ちょっとクイズいたします。じゃらん。インターネットで接続する家庭用テレビ電話の販売サイトで最も使用請求率が高いキーワードは何か、まあ、つまり販売サイトがあってどういうキーワードで来た人が使用請求が多かったかっていうのを考えていただければと思いますが、ちょっと今のチームの3人チームですかね、でちょっと1分間こんなんじゃないというのを意見出し合っていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、本当はアイデアです。まあ、正解でもいいです。思いつくのいろいろお互い言ってみていただければ。使用請求。使用請求。書いてある詳細があまりよくわからない。テレビ電話です。画面が映る電話です。今みたいな質問くださいね。そもそも論っていうのはちょっとすみません。今で言うスカイプみたいな画面が映ってできる電話です。それの販売サイトがありますよと。自信ある方います？分かったって方聞いてみます。ちょっと はい、じゃあ終了です。答えからいきますね。答えから、正解はこれでした。手話っていうキーワードが入ってます。当たった方います？これは今まで結構何百人とか聞いてるんですけど、まだ正解出てないんですよね。で、これ、皆さんこうなかなか正解出ないんですけど、こうやってデータを取ったら、やっぱりこの、まあ、耳のちょっと不自由な方とかは、本当にその電話の画面とか見て、ちゃんと手話とか早くてもこうついてくるのかとか、そういうのが気になって、資料を請求すると。まあ、つまりサイト上ではそういうことについて触れられてなかったですよね。でもコンバージョンを上げていこうと思って、こういうニーズがあることが分かっていれば、しっかりとそれを打ち出せればもっと上がるんじゃないかという例です。じゃあちょっとよかったのでもう一問いきます。なぜか客の絶えない割烹料理店の話です。これは1960年代の名古屋の割烹の話なんですけど、まあ、要は今から50年ぐらい前でインターネットがなかった時です。でポイントはここ、実はそんなに美味しくない、美味しくないんです。でもあるデータを活用してすごい繁盛しました。さてどんなデータを活用したかということ、はい、これも1分で体験させてみてください。どうぞ。あ、すみません、まあ正解と出すんですけど、まあ、いろんな思いついたことをね、頭のなんか柔らかくするためにいろいろと意見を出していただければと思います。まあ、おかげさんなのか大将なのか必死に考えたんですよね。料理のクオリティはちょっとこれ以上上げられないな。じゃあ他の方法でいこう。うち答えたいぞ、自信あるぞっていうところあります？全然遠慮せずに、はい、聞いてみます。どんな意見出ました？正解という出た意見全然分からなかったんですけど、はい、まあ、まずはなんかお祭りとかそういうイベントのデータをちょっとどっかから開いて、はい、でそういう時ってすごい予約が美味しいところ取れなくなると思うので美味しくないっていうのが地元の人は知ってるので、名古屋に支社とか支店を出している東京とか大阪の会社が集まってるところを選ぶとか。ありがとうございます。正解を言いますと、お客さんの
食べ残しをメモっていったということでした。まあ、要はこういうことなんですけど、食べ残しを記録していて、この場所なんか会食とかでよく使われるようなエリアだったらしくて、結構リピーターさんとかも来るんですけど、食べ残しを記録して次来るときはもう前に残してないものに変えたと、まあ、要は好みの料理になっていくんですね。そうやるとそうなってくると、まあ美味しくなくても好きなものうまいじゃないですかみたいな感じで、店は好みをすごい分かってくれて美味しいの出してくれるみたいな噂が広まって繁盛したということなんですけれども、まあ普通だとね、料理を美味しくしたいとか、忘年会シーズン何かこう宴会のキャンペーンするとか考えそうなところですけど、まあ、このお店ならではの対策を取ったということで、まあ、要は何が言いたいかという話なんですけど、これこういう売りながら調べ、調べながら売るっていう、こう昔に出た本があるんですけど、結構人の勘とか経験ってあまり当てにならなくて、しっかりデータを見てマーケティングしていくと良くなってきますよと。でこれ50年前とかの話なんですけど、この商売の道理みたいなものって今も全然変わってなくて、まあ、本当にこの辺りしっかりと顧客を見てマーケティングしていくっていうのが大事ですっていう話。ちなみにこの本に今出てた話をちょっと引っ張ってきたんですけど、 Amazon でまあ大体1円で出てます。でももう今新書で売ってないので、ただこういう話すると何かがいきなり買っていきなり3000円とかにアップするときはタイミング待てば1円に戻ります。はい、ではすいません、改めて自己紹介ですけど、私清水と言います。で普段はまあ、ここにの多くの皆さんと同じようにウェブの制作ですとかサイトの運営サポートっていうことをやって、お客様の、まあ、売上アップのお手伝いっていうのをしてます。で、まあ、その傍ら、まあ、そこでうまくいった事例なんかをこう書籍とか、まあ、雑誌とかに寄稿したりとかしてますと。で最近ではリンクトゥインっていう、まあ、SNS があるそこにラーニングサービスがあって、そこの講師なんかもしていまして、まあ、要はなんでこんなことをしているかっていう話なんですけど、この業界をもうちょっと盛り上げたいというか価値を上げたい、ウェブなんとかっていう職業、ここにいるとまあ当たり前なんですけど、結構普段の友達とか親戚に言っても、IT のなんかパソコンのなんかみたいな、まあ、そんなレベルなので、それをもっともっと価値を上げていきたいと思うので、もう皆さん一緒に盛り上げていければと思いますので、よろしくお願いします。で先ほど高野さんからこの質問 ありましたよね、皆さんやってますか。で一人だけいましたね、4番任せとけばりの方いましたね。なるべくうんうんって言って見といていただけると嬉しいです。まあ、でもまあ基本的にはこの一番にはこれから解析やるよとか、たまにアナリティクスぐらい見てるよっていう方向けの内容なので、そこは気にせず、はい、皆さんで学んでいければと思います。で今日はこの Google アナリティクスって書いてちょっとデータも出るんですけど、ツールの使い方とかそういう話ではないです。ただちょっと今日ほやほやの情報で、この Grow with Google っていうのが今日から始まりました。だから Google が、3年後ぐらいまでに日本で1000万人にデジタルスキルをこう身につけさせるみたいな。それでまあ、有料とか無料とかいろいろあるんですけど、その中にこの Google Analytics のアナリティクスアカデミーっていうのがあるので、ツールの使い方とか興味ある方は、ここいいんじゃないかなと思いますので、見ておいてください。あ、で、これまあ、スライド後で、皆さんにダウンロードできるようにしますので大丈夫です。で、じゃあ今日私何するんだっていう話なんですが、2つ大きくお話しします。1つ目がウェブ解析のプロセスと KPI について、で2つ目が分析のポイントですね。この2つの話をしていきます。では早速ウェブ解析のプロセスです。まあ、こういう画面見たこともある人いると思うんですが、 Google Analytics の画面ですね。じゃあ分析お願いしますと、解析お願いしますと言われると、大体こういうデータが先に渡されたりすることもあるんですけど、ウェブ解析でまずこういうデータをとりあえず見てはいけませんと。これを見てもその出てきてるデータがそもそもいいのか悪いのか判断できなかったり、まあ、ちょっと指標とか分かってる人だとなんか気づきが得られると思うんですけど、大体その気づきってあんまり売上アップにつながらないことが多いです。じゃあどうしていくんだって話なんですけど、結構この膨大なデータがやっぱ今取れてですね、ツールによって、で標準レポートだけでも100個ぐらいとかあるんですね。そんなの一個一個見ていったらもうただ時間が過ぎていく。じゃあどうするかっていうと、大原則は仮説検証です。こうかなって思ってる内容を実際に分析して調べていくっていうことが大前提にあります。じゃあそのプロセスどうなのかっていうと、
今日この D マイクっていうプロセスを紹介します。まあ、この名前そんな重要じゃないんですけど、 D が、まあ、ディファインですね、目標とか KPI を定義するっていうことで、 M がツールの設定をするとか、まあ、そこで仮説の立案するとか、アナリシスが分析、インプルが改善、まあ、施策を打って改善する、でコントロールがそれを継続していくっていうことで、まあ、よく聞く話でこう PDCA を回してよくしていくっていうのは聞くと思うんですけど、この PDCA ってなんかこの辺りをぐる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 回すことをよく言います。でこれがうまくいってる会社さんとうまくいっていない会社さんの違い何かっていうと、もうその前のこの2つです。ちゃんと目標とか KPI 設計をして、まあ、今ツールなりこの仮説の立案をしているか、これがちゃんとできているところは後ろをうまく回してるっていうパターンですね。で要はまあ、分析とかするときちゃんとやっていきたいんですけど、ちゃんと分析するにはちゃんとしたデータとか目標が必要なんですよ。それがないとそこでやってる分析って本当に意味をなさなくなる。これを覚えておいてください。で、まあ、つまりやることはなんですが、最初に目標設定して仮説出しして、で分析で、まあ、改善施策を打って、まあ、最後、まあ、よくクライアントさんとか社内でもレポート作成したりするんですけども、これは必要に応じてやるっていうところです。じゃあ一つ目の目標設定のところから見ていきます。まあ、結構ここ当たり前の話しますね。目標、いつまでにどの 山を登るかを決めると。まあどんな山に登るか、まあ、エベレストなのか富士山なのか高尾山なのかっていうのとか、まあ、要は登り山が決まってないとそのための準備っていうのができないですよねっていう話で、それをじゃあ1ヶ月後に登るのか明日から登るのかっていうのでも準備の質は変わってきます。でこれ結構なんかビジネスによって当たり前なんですけど、ウェブサイトでじゃあ目的なんですかとか目標なんですかとかっていうのを聞くと、まあ、そのクライアントさんとかから言って聞くと結構人によって言うことバラバラだったりするんですよね。チームでしっかりこう登り山を共有できてない。で、まあ、これをまず決めましょうっていうことです。次にこれが決まったら KPI ですね、その登り方を決める。1合目から歩いていくのか、5合目まで車で行くのか、まあ、頂上付近までヘリを調達していくのか、でそれによって必要な準備が変わってくるんですね。前にトレーニングしなきゃいけないのかとか、誰かベテランのサポートをつけなきゃいけないのか、何か持っていくもの、水って1リットルでいいんだっけとか、全然変わってきますよと。で、まあ、それを、まあ、よく決めないでいくと、なんかすごいタンクトップにサンダルでこうなんか行く人とか結構いっちゃうっていう、中にはヒールの女の子連れて行こうみたいな、例えばそうなんか結構あるんですよ現場では、まあ、皆さんもちょっとあると思うんですけど、でいやビジネスですよ、しっかり決めましょうっていう話なんですが、まあ、結構当たり前のことがなぜ決めれてないかっていうところで、3つだけちょっとポイントを押さえておいてください。まず指標と数値と期間、これしっかり決めましょうって言って、指標っていうのは、まあ、本当に一番オーソドックスに言うと売上とか利益のことです。で数値はそこに入る数値ですよね、5000万なのか5億目指すのかって。で今が4000万で5000万目指すっていうのであれば何かしら改善でいいけど、それが5億っていう話であれば、いやいや どんなイノベーションを起こすんだみたいな話になってきますし、あと期間ですね、1週間のその成果を欲しいんであれば、でも広告めっちゃ打たなきゃいけないじゃんだし、半年後であればじゃあサイトのコンテンツ見直したり、ユーザーちょっと上げてて見直すところから始めましょうかみたいな話なんですけど、これが結構ふわっとしてたら できないので、これまずしっかり決めましょう。でなんでこの結構当たり前に思えて、話してたら皆さん分かるんですけど、決まってないところが多いのかなと思ったら、大体ヒアリング不足っていうのがあります。まあ、それは社内でもクライアントさん向けでも多いんですけど、なぜかサイトのそれこそデータから始まって、なぜかそのデータだけ見ていって大前提を抜かしちゃってるみたいな。じゃあどういうことをヒアリングすればいいのかっていうので、まずもうビジネスをしっかり理解しましょうということで、まあ、もちろんビジネスモデルとか、ユーザー誰だっけとか、同業他社ってどんなところがあるんだっけとか、あとまあ差別化のポイントとかですね。でそれ以外に、まあ、これ後で配るのでちょっとより詳しく見といてほしいんですけど、まあ、これまでだった取り組みとか結構必要だったりします。頑張って、この今まで行ってきた施策とか結構抜けたりするんですけど、頑張って分析して、あこういう施策いいんじゃないですかとか言ったら、あそれ
この間やってうまくいかなかったんだよねとかあるので、それちょっと寒いですよね、せっかく頑張っても。なのでこういうことは聞いといた方がいいなとか、あとはゴールを達成するための課題、まあ、サイト上の課題が分かっていればそれでいいんですけど、経営課題だったりするので、そういうのもしっかり押さえておいてください。まあ、この辺をしっかりヒアリングしていけば、大体、まあ、その会社に合った目標と KPI っていうのが見えてきます。で、それが出てきたら最後チェックしてほしいんですけど、チェックするための方法でこのスマートっていうのがあります。スマートの S は、まあ、それが KPI は具体的か、 M が計測可能なすものかで、 A が、実効性があるか、 R が現実的かで、最後 T が期限はあるかと。で、まあ、これ今すでに KPI 決まってる人もこれスマートに合わせて一回チェックしてみてください。どれかが欠けてると、まあ、なかなかこうちょっと改善するときにうまくいかないことがあるんですけど、これがしっかり入っていれば結構改善というか、その後の分析とかは進みやすくなります。では一つ、私が担当したお客さんの例を紹介します。港区にあるちょっと高級なジュエリーショップです。でここもともと KPI は売上アップとか、ネットショップ一応やってて全然売れないんで、ちょっとそこを改善したりとか、アクセスは1万ぐらい目指したりとか、まあ、そんな感じでした。でもこれでもこの会社は結構ちゃんと決めて、その一応その制作会社というかコンサルティングに入ってやってたんですけど、うまくいかなくて相談しに来ました。でネットで売っていきたいっていうんですけど、正直その数十万とか、中には100万ぐらいのジュエリーもあるわけですよ。社長に聞いたら、それどうです、ぶっちゃけネットで売れると思いますか。いや難しいと思うんだけどね僕、みたいな話をしてて、でいやそうっすよねみたいな。でもここ店舗では結構売れてるんですよね。じゃあなんでその店舗では売れてるんですかって言ったら、まあ、そのジュエリーとかそのオリジナル作ってるわけじゃなくて、どこでも買えるっちゃ買えるし、そんな安くもないんですけど、販売員のうちめちゃくちゃ魅力的が強いと。で来たらお客さんも買ってくれたとも、もう一回来てくれたリピーターさんとかもかなりいると。でなんでそんなことできるかって聞くと、まあ、その販売員がその、まあ、ジュエリーのこう手入れの仕方とかアレンジの仕方とか、まあ、あと壊れた時の修理をこうアフターフォローとかすごいやってあげて、まあ、今ファンがついてるみたいな、そんないい情報いっぱい持ってるんだ、それサイトに出しましょうよみたいな話をして、まあ立てていった KPI がこんな感じですね。まあ、サイトはあくまでそこで売り上げを完結させるんじゃなくて、店舗への送客に使うと。でそのために店舗へ来てもらうためにこう、まあ、普段もやってるんですけど、リフォームフェアとか言って、この人この日ちゃんとやってますよって言って、気軽に足を運んでもらいやすく、予約してもらいやすくするような項目を設けて、まあ、あと元からあったちょっとしたお手入れとかに関するコンテンツを厚くして、そのページからのこうランニングを増やしたっていうので、これしっかり件数とかも入れてあって、まあ、このスタッフ5人ぐらいの小さな店舗だったんですけど、これに変えるだけで月々3ヶ月後ぐらいかな、売り上げが100万近く上がっていったと。まあ、一旦が高いんでそうで、これってサイトそんな変えてないんですよ。サイトそんなにいじってないんですけど、経験をしっかり見直しただけで、まあ、結構改善できたっていう事例で、まあ、これ大事ですよっていう、まあ、これが初めの目標設定とか KPI の話です。では次に分析する前に、まず仮説出しましょうっていうことなんですけど、仮説の出し方ってまあいろいろあるんですが、一つおすすめの紹介は、おすすめのやり方は、特定の課題を持ったユーザーになって、そのサイトを実際に使ってみるっていうことですね。それをやることによって何を分析するかっていうことに、つながります。ではちょっと違うサイトの例でやってみます。このサイトを使います。某セミナーサイトです。どことは言いませんけど、はい。でここのサイトって、もちろんそのセミナーを申し込んでもらうっていうこともあるんですけど、もう一つ の目的として、その過去に今までやったセミナーの動画をアーカイブしてて、なるべくそれを多くの方に見てもらいたいという目的があります。で、セミナーの申し込みに関してはこれ SNS とかでやってるので、今回はその動画を見てもらいたい、要はウェブのことを学びたいということを思ってサイトに訪れてきた人の気持ちになってサイトを使ってみたいと思います。ちょっとマイクを持たずにすみません。で、まずこうサイトに来ましたと。そしたら、まあ、セミナー情報って書いてて、
なんか動画見れるって聞いたらウェブ解析の動画見て勉強したいな、あこれかな、これはあれか、あ申し込みページに来るな、あこれはセミナーの申し込みページかみたいな感じでこう、まあ、喋りながらでもいいんですけどこれをやっていきますと。で、あこれセミナーの動画どこだ、あアーカイブか、アーカイブをしてみようと。あこれ過去の日付だな、終わってるやつ、これ見れるのかな、こっち。フォローアップありません、うん、なんかちょっと違いそうだな、これはどうかな。これなんか違うそうだな、なんだどこだろう、ブログかな、こっち、これかな、あなんか動画っていうのあった、押してみよう、あ見れそう見れそう、あでもXD じゃないんだよね。なんか解析の動画ないのかな。なんかなさそう。なんだこれ。ビズリン松山この何の動画だ。2番目いってみようかな。ジャンル解析どうやって探すんだ。みたいな感じで使っていくと、ちょっとなかなか目的のところたどり着けないっていうのが。まあ、今のユーザーの気持ち、まあ、これは本当はもうちょっと長い間やっていくんですけど、まあ、簡単にやるとそんな感じで、これをすることで、まあ、やっていく最中にあのメモをしていってほしいんですよね、気づきを。使ってて最後の分析すると忘れちゃうので、まずどういうことがあったかっていうのを実際にこう一つずつ書いていくと。でもう一つやこの時にやってもらいたいのが、URL 構造というのを書いてあるんですね。このボタンクリックしたときにどういう表示になっているか。分析するときって結構 URL で、何でしょう、表示されるんですけど、それが何のコンテンツかって分かんなかったら分析できないので、この使いながらちょっと、あこのアーカイブって言ったら過去のセミナー動画だなとかっていうのをこうメモっておくと。で今はで分析のとき何するかというと、今は僕がこう使ってきましたよね。でもたまたま自分がそういう使い方をして、たどり着けなくなるかも、少数派かもしれない。じゃあ他に使っている人ってどうなんだっけっていうのを分析しようっていうことで、まあ、例えば仮説、過去のセミナー動画ってあれだとちょっとあまり 見てほしいのに見られないよねっていう。で分析のポイントは、じゃあ過去のセミナー動画の利用人数とか遷移元とか遷移先とかで、それが分かったらこのように誘導していけばいいか分かるとか、でこういう形で仮説を立てて分析のポイントとかをこう決めておく。で、じゃあそこで初めてツールいきましょうということで見ていきます。でここちょっともうキャプチャーしちゃってるんですけど、あのブログっていうカテゴリーですね、どれくらい見られてるかっていう、まあ、これちょっと期間短く取ってるんで少ないっていうのもあるんですけど、これ全体の 0.67% しかあそこ見られてないんですよね。これさすがにもうこの数字が多い少ないとかあんまり他と比べるまでも少ないですよね。見られたい割にちょっとすごい少ないな。あとトップからの遷移で、まあ、大体が次のページのイベントっていうのはあのセミナーの申し込みページなんですけど、まあ、ほとんどが申し込みページに行っちゃってる。で動画関連のページには全体の 0.28% しか遷移してないということが分かる。じゃこれやっぱ僕だけじゃない、これだけ、あれは多分もう明らかに動線が悪いなと。でもう一つちょっとこれは分析では出てこないですけど、コンバージョンって絶対見とかなきゃいけなくて、このコンバージョンにその目的のページとかを設定しておくと、そのページ見てきた、その目的で見に来た人の行動パターンとか分かるんですけど、これちょっと設定されてなかったんですよね。でこれちょっと分からなかったなっていうので、まあ、残念なんですが、ちょっとここで一つ、目標設定されたい Google アナリティクスとかツールって、本当に活かせないんですよ。まあ、ちょっと活かせないと言うと言い過ぎなんですけど、半分も力発揮できないので、ここはすごい抑えておかなければいけない。これ設定したかったら、設定するだけでも価値があるので、まあ、それは一つ抑えておく。今分析して、まあ、他の人みんなそうだったので、じゃあ改善提案をしようということで、どのように改善策を考えるかっていうところなんですが、まあ、ポイントとしては、同じサイト内の良いページを参考にするとか、同業他社と比較するとか、まあ、今までこう良いと思った策をストックしておくとか、まあ、そういうふうに改善策をまあ普段考えますと。
まあ、全然今までのストックがなくても経験値がなくても同業他社とかを比較するとまあリップに似てるかな。でここ明らかにちょっともうブログって何ってなったんで、完全にこう過去のセミナー動画と変えたらいいんじゃないとか浮かびますよね。であとここセミナー情報しかないんですけど、目的が2つあったんで、そのうちのもう1つセミナー動画のアーカイブっていうボタンを出しておけばいいんじゃないかとか、まあ、それが1つ目の仕方がポンと出てきて、あと動画のアーカイブページとかがこんな感じになってるんですけど、パッと見何かよくわかんないですね、どういうものが見えるかって。これ全然ちょっと違う動画サイトのページなんですけど、上の方にこうやってジャンル分けとか、まあ、いつのやつとか、ジョンジョンとか、というふうに選んでるようにしとけばいいんじゃないか。で、その下にパッと動画見れるアーカイブページだったらすごい便利なんじゃないかとか。こういうのは他のサイト参考にして、まあ、できるできないというのはクライアントと相談なんですけど。で、もう一つ動画をもっと見てもらいたいっていうところで、まあ、こういう、まあ、動画紹介のページがあって、これ、ここにポチって、ボタンがあって動画を見れるってところなんですけど、よく見られてるページいくつかにシェアボタンついてるんですよね。ただ動画見れるところについてないと。これやっぱいいと思ったらその人たち拡散するじゃないですか、同じ 業界内で。なので、いや見てもらいたいのでシェアボタンつけといた方がいいよねとかっていうようなアイデアが、あの仮説をちゃんと立てて使ってたら出てきますよね。で、あのこういう自社のページのいいところと比較する場合って、じゃあこうシェアボタンついてるところってどれくらい見られてる、ついてないところはどれくらい見られてない、じゃあその差が分かればつけたらこれくらいの効果出るんじゃないですかっていうのが出しやすいので、こういうところもポイントになります。大丈夫ですね、このあたりは。これがあのただレポートを一つ一つ見ていくんじゃなくて、仮説を立てて分析のポイントを絞って見ていたときにこういう差が出てくるというところ。で、最後のレポートのところですね。ちょっとここは、まあ、あの作る作らないを置いといて、まあ、結構定点観測していかなきゃいけないんですよね。あの指標ができると伸びてるのかそうじゃないのか。で、まあ、ありがちなレポートで全体分析のレポートとか、こういう集客レポートとかこういうのができたりするんですけど、今日はもう一つだけあの覚えて帰ってくる。レポート作成には極力時間をかけない。改善したとかこのコンペとかそういうのは別かもしれないですけど、普段作るレポートに関しては基本的に時間をかけないようにしましょうと。でこれ分析も同じなんですけど、分析とかレポート作成ってどれだけ時間をかけても良くならないですね。サイトはサイト良くするためにはサイトをいじんないといけないんで、なるべくレポート作成とかには時間をかけずにサイトの改善に時間をかけましょうと。じゃあどうやって時間をかけずにいけるのかって言ったら、基本的には自動化してくださいと。自動化、まあ、これどうすんねんって話なんですけど、まあ、一つ紹介しておきたいのは Google データポータルっていうのがありまして、昔データスタジオって呼ばれてたものなんですけど、無料で使えます。で、 ある程度もテンプレートとかも配布されてて、まあ、そこに Google Analytics のデータ紐付けて期間を選んだら、こういうのがものの数量でパッてできちゃうんですね。いや、こんなのやり方わかんねえよっていう人もいるかと思うんですけど、本当たま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 なんですが、こういう本私書いてまして興味ある人は、はい、見ていただければオリジナル設定とかできると思いますので押さえておいてくださいと。はい、ではここまでがウェブ解説の一連の流れです。でいきなりデータ見てやるんじゃなくて、こういう流れでやっていくと新たな気づきが生まれますよっていうところです。では続いて分析のポイントですねちょっと分析のところそうやっても少なかったので、じゃあ実際分析やるとき このポイントについてちょっとワークも交えて進めていきたいと思います。で、分析のポイントなんですけど、データを2つの軸で見て気づきを発見するというところで、1つ目はトレンドです。時系列で見る方法です。そこで特徴とか特異点を発見するっていう方法で、もう1つはセグメント、分割軸で分けることで差も発生させる方法。ちょっとこの、ね、横文字で言うと分かりにくいので、ここをやっていきたいと思うんですけど、まずトレンドですね。はい、このデータを見てみてくださいと。どのような気づきがありますか。訪問数5000、コンバージョン率、率ですね、これコンバージョン率 1.5%、
売上100万円。まあ正直それでっていうところですよね。じゃあ次のデータ、まあ今言ったのを、まあ11月と12月でこう並べると、11月は5000と 0.9% と売上70万、でも12月は6000と 1.2% と売上110万。じゃあどんな気づきがありますかと、まあ単純に12月の方が伸びてるね、なんだろう、なんか施策やったのかな、それとも季節変動かなって。じゃあもう一つ、今のこの11月と12月のデータに12月の昨年と一昨年のデータを加えます。すると、まあ、1年前は7500の 1.5% で160万、その前の売り上げ150万と、まあ、11月に比べたら12月の方が上がってるんですけど、昨年とか一昨年に比べると下がってるよね。じゃあ12月は上がりやすい傾向にあるけど、でも今年は思ったほど上がらなかったんじゃないかなっていうこととかに気づきが増えてくるんですね。改善のヒントって他のデータを与えていくことで生まれてくると。で、まあ、よく比較するのところでいうと、この前年同月比とか1年分のデータの日週月を見たりとか、施策をやった前後効果があったのかなかったのか、上がったのか落ちたのかっていうふうに見ます。でトレンドと得意点外れ値を見つけるというところなんです。なんとなくぼんやり分かってきましたね。ぼんやり分かってください。はい、じゃあぼんやり分かってきたところでしっかり理解するためにワークします。皆さんの、はい、そうです、そうです、その紙ですね。で、あの両面印刷になってもちょっと裏向いてから返していただきたいんですけど、こういうデータがあります。で、説明しておきますと、まあ、この両方とも訪問数が縦の軸なんですけど、横は区間ですね。2011年から2014年ぐらいまでのデータがかかる。で、上と下はそのどういう期間、あの間隔で区切ってるか、上は月なのでなだらかなグラフ、下は週で区切ってるのでちょっと雑々なグラフということが書かれてます。そしたらですね、こちら、まず1分ほど時間を差し上げるので、こういうところ気づいたっていうのを、まあ、ペン持ったら書き込んでいきます。どうぞ。1分ぐらい経ったらちょっとあのチームで話し合う時間を設けたいと思います。思ってただけですが、裏のデータはまた別のワークなので、あの連動はしてないです。あの裏、あの折線の、はい、グラフだけです。もう結構皆さん真剣に見てるので、ちょっとチームで話す前にもう少し時間をきますね。なかなかパッと見て、これちょっと大事なポイントじゃないっていきなりこう気づけるって少ないんですけど、ちょっとずつ気づいたところにいろいろチェック入れたり、なんか書き込んでいったりして増やしていくと、なんかそういうポイントが見えやすくなってくるので、
こうずっと眺めていくっていうよりかはどんどん書き込んでいってください。はい、あ、そうです。私同じデータなんですけど上と下でも、あの下の方がちょっと細かくこうザクザクしてる。そしたら気づいたポイントっていうのをこうお互い話し合ってみてください。ちょっと2分ぐらいいきます。で、あのもちろんその話し合いながら、あ、もっとじゃあここじゃないみたいなことをね、あのちょっとあの個人で考えたいポイントもあるかもしれない。こういうのって周りと話した方がいろいろアイデアを浮かぶので、はい、ぜひぜひあの意見交換しちゃってみてください。今出てるところをこうやりつつ、ちなみに外れ値、うちは自信を持って分かったというところあります。ここ、こうなるべきところになってないんじゃないかっていうようなポイント。あ、別に自信はなくてもいいです。あの結構意見が出て、ここちょっと違うよっていう。まあじゃあ見ていきます。多分なんか話してる中で出てそうなチームもあったんですけど、まずこのまあポイントは下の表なんですけど、上からざっくり見ると、まあ、ちょっと月によって上下はありながらも、少
少しだけ、まあ、右に上がっていってるかなみたいな、まあ、上がそんなもんで、そんなもんだと思います。で、下がそのめっちゃザクザクしてますよね。なんでこんなザクザクしてるんだろう。普通ある程度一定ならないのかなと思うと思うんですけど、こういうザクザクしてる時はまずそのポイントをチェックしていきます。まずこの谷が結構多いなと思って見ていくと、1月、何月だ、5月かな、8月かな、12月かな、あ、だから大型連休とか休みがある時下がってるんじゃないか。これ結構 B2B サイトによく見られる特徴なんですけど、まあ、会社が休みだから見られない。で、まあ、ここどういう会社かっていうことは、企業向けの暖房器具のようなものを販売しているところなんですけど、まあ、それはさすがに気づけないんですけど、そういうところです。で、次のポイントはやっぱこの上がってるところですよね。上がってるところもあるな。なんかやたら、12月だと1月の初めかな、上がってて、ここも上がってるなっていうのが気づける。で、ここまでチェックできると、あれ、ここはってなった人、あ、いますね、1名。やっぱり上がってるように見えるんで、ここ12月とかよりこう明らかにここってめっちゃ上がってるんですよ。で、ここなんか全体的になだらかに上がってるので、まあ、ちょっとここの2つ高いんですけど、明らかにこの11月、12月より上がってないと。本来ここに来るはずなんですよね、トレンドに従えば。っていうところに気づけるか気づけないかで、じゃあなんで上がらなかったんだろうっていうのは、まあ、データ見てても分かんないんですけど、これはクライアントさんとかとは話す。こういうデータ見たらこういう状況なんですけど、なんかいつもとなんか違うことやりました、それとももしかやってないことありますか。で、結論から言うと、なんかこのいつも社長が年賀メールっていうのをクライアントさんに送るんですって。でも今年はやらなかったと。やったらもうめっちゃ来てるねって言って、やらなかったから変わらなかったっていう。で、実際これや多い時は売れるので、え、じゃあもうやること簡単ですよね、ちゃんと年賀メール送りましょうよ。で、なんなら別に年賀メール、その年に一度じゃなくて、何かキャンペーンやる時とか、社長のメール威力半端ないですよ、たまに送りましょうみたいなことが言える。これがまあトレンドをつかむということと、まあ、それから外れ値を見つけるっていう、だいぶなんか見るポイント分かってきました。って言っていいんですよ。ちょっと疑問。これ自体分かりました？はい。こういう形で、とりあえず長く取った方がいいので、もしデータ取っているのであれば、まずある程度、何年か分か取って見てみるっていうような重要です。これあんまり1ヶ月とかで見ても、そんな分かんなかったり、ちょっと3ヶ月とかで見ても、季節変動なのか、施策の要因なのかっていうのを気づけなかったりするので、結構期間を取ってみることで気づきは増えるっていうところになります。じゃあ続いてセグメント、これさっきと同じように、これどんな気づきがありますかって言って、まあ訪問が4万5000のコンバージョンが 1.6% で、売上が210万っていうところなんですけど、これだけ言ってもやっぱりじゃあこれがいいの悪いのって話になるんですけど、セグメントはデータを分けるっていうことですね。今のデータを例えばモバイルで見に来た人とデスクトップで見に来た人を分けてみると、そしたらセッション数が3万と1万5千に分かれましたと。で、モバイルの方が多いよねっていう話なんですけど、コンバージョン見たらデスクトップの方がだいぶ高い、売上もデスクトップの方が高い。で、じゃあ情報はモバイルで仕入れるけど買うのはデスクトップなのかということで、差分を発生することで気づきを生む方法がセグメントです。で、じゃあその気づきを改善に生かすにはっていうところなんですけど、まあ、本当にオーソドックスな方法でいくと、まあ、良いところを発見したらそれをどのように増やすかっていうのと、悪いところを発見したらどのように減らすか、で、特徴を発見したらどう生かすかっていうところなんですが、一番手っ取り早いのが、まあ、悪いところをどう減らすかっていうのが一番手っ取り早いってちょっと言葉悪いんですけど、やりやすい。で、なぜかっていう話なんですけど、まあ、これはあるサイトのランディングページ、セグメント、ランディングページがありますが、全部のサイトの合計があって、どのページから入ってきてるかっていう、入ってきたページごとに分けたデータなんですけど、直帰率ってあって、そのページから
もう1ページだけ見て出ていったか、そうじゃないか、2ページ見てくれたかっていう割合で、このサイト、大体全体で 85% ぐらいの直結率なんですね。でも分けたときに 90% ぐらいが多いっていう。ただ中にこう 70% ぐらいのところが1個2個たまにあるっていう。で、この 70% のやつをじゃあ 60% ぐらい下げようっていう努力もありなんですけど、それよりこの 90% ぐらいのやつを 70% ぐらいに持っていくっていう方がやりやすいです。っていうのが悪いところを改善するっていう。で、なぜかっていう話なんですけど、これはもういいページを参考にして、真似をするっていう。で、例えばこのサイトなんですが、実は CSS ナイトの主催者の高野さん のデザイナー向けのブログのサイトなんですね。で、これ今、ちょっと期間違うんですけど、直近率が高いページのこのサイトを見ると、まあ、こういうイラストレーターの情報とか書いてるんですね。で、こう見ていくと、デフォルトのパターン、スイッチを使い倒すみたいな感じで、そのノウハウですかね、やり方みたいなのがこうやって記載されてて、結構丁寧なんですよね。画像とか使って、こう押してやっていくといいよみたいなのが、こう、ずーっと並んでると。これ直近率高いページですね。で、それが、この辺で終わるのかな。終わると、まあ、タグとか、こう関連してるページのリンクとか来て、まあ、最後に、まあ、本の紹介とか、まあ、こういう流れです。で、直近率低いページ、これは 70% ぐらいのページ見ると、これはまあ同じようにイラストレーターについて書いてる内容なんですけど、まあ、こう画像が来て、目次が入って、手放せないスクリプトとか内容が来て、動画とか、まあ、結構このページの内容充実してるな、みたいな。感じでブワーッと来て、まあ、いろんな詳細な情報が来て、まあ、記事終わりに同じようにこうタグが来て、関連するページが来て、本の紹介が来て終わるみたいな。でもこれ一つだけ見ててもなかなか気づけないところがあるんですけど、これ直近率高いページと高くないページをいくつか見た結果、明らかにこれだなと思ったところがありまして、皆さん今の2つだけで何かこうなんじゃないかと思うところあります？早すぎる早すぎる。これがでもこの辺でこれかなっていうのがあったんですけど、こっちがいい方ですね。まあいい方って言ったら、こっちには結構リンクが入ってるんですね。はじめに関連情報のリンクが入ってて、で、はじめの方にはもう一番下の関連情報っていうところまで行くまでリンクなかったんですけど、今って結構皆さん記事とか読んでて、最初にこれに付随した情報はこれですとか、これを読むともっと詳しくなりますっていうのがたまに上に来てるやつがあって、タブとかで開いたりとか、スマホで見るときもこうページ移したりするんですけど、でもそういうのが入ってると、クリックされて、もう1ページ見てもらいやすいとか。でまあ、このページ自体もなんかタブが開いてるか、そのまま読んでもらえる。なんかそういう気づきが生まれるっていう。あれのものはデータだけ見ててもこれ改善できないんですけど、まあ、サイト見て見比べて、これじゃないかっていうのを試してみる。それで良くなればすればいいし、良くならなかったら他の方法を見ていくというような言い方をするっていうのが、まあ、一番やりやすいですね。この悪いところを発見してどんどん減らすとか、っていうところなので、まあいろいろあるんですけど、まずここから取り掛かってもらえるといいのかなと思います。はい、ではもう一つちょっと腹落ちさせるためにワークいきます。セグメント例です。これは先ほどワークしたやつの裏ですね。見てください。
どういうふうにセグメントしてるかっていうと、まあ、まとまったデータをこうメール、フィメールってあるんですけど、男性、女性で分けたデータです。で、またその男性、女性の中で期間、12月なのか、11月なのかっていうところのデータもあります。で、ここで考えていただきたいのは、まあ、このデータを参考に、これどのようなサイトなのかっていうのを、まあ、ちょっと予想していただきたいのと、ただなんでこうなるのかなとかっていう結果を、まあ、ちょっとこのデータを参考にですね、気づきを見てもらえればと思いますので、ちょっとまずこれは一人でですね、また1分ほど考えていただいて、あとはチームで話していただきます。ではお願いします。質問あります？あの、さっきほどあったように、そもそも何言ってんだこいつみたいなのがあれば、はい、問題の意味分かりました？言葉の定義とかそのいちいち説明しないみたいな話したんですけど、ちょっとここは分からないとかできないっていう場合聞いてくださいね。これそもそもどう何なのっていう、このトランザクションっていう、ここはあの売れた数ですね。これはで、ここは収益実際売れた金額です。トランザクションは売れた数と思ってください。購入された数、はい、はい、新規接触率っていうのは初めて来た人の割合ですね。その数です。割合でこっちは数、これだけの数来てて、それその割合というのはこれだけですけど、もうちょっと考えたい感じですか。じゃあ、チームで、はい、出た意見をと交換しながら話してみてください。お願いします。
どのような最初かっていうところのポイントなんですけど、いくらぐらいのものを売ってるんだっけこのサイトっていうのをまず考えていただけると、まあ金額より安くはないですよね。あ、2回買ってる。
結構深いから頭使うんですよね。なんか面白い意見が出てそうなので、じゃあちょっと聞いてみますね。さて、どのような感じでしょう。まあ、年末なんで、まあ、おせちっていう話は出たけど、それはまあないよねって、10月には売り上げないよねってことで、やっぱりクリスマス商品を男性の、普段は男性がブックマークしてるようなサイトで、女性がクリスマス前にプレゼント用にお買い求めになるっていうのが、お財布や革小物とかっぽいよねって話をしました。ちなみに今のは どこのデータから見てそう思いました？単価ですね。トランザクション数と収益で割り算すると1件あたり9万弱だったので、時計にしたらちょっとプレゼントにしたら安いんじゃないかとか、なんかお財布ぐらいかねっていう話を3人で一致した話です。ありがとうございます。で、その女性のがプレゼントするというのは どこで気づきました？女性が女性のトランザクション率が一気に上がったり、新規セッションもクリスマス前に女性が男性に向けて行動を起こすっていうことを考えると、この新規セッション率が 50% を超えていて、男性は 30% なので、普段から見ている、普段からこのブランドいいよなって思いながらサイトを眺めている男性にとって、具体的にクリスマス前に女性がアクションを起こす感じかなと思いました。ありがとうございます。すごいですね。この短い数分の時間で結構細かいデータまで、ちょっと回りながら聞いてたんですけど、まあ、クリスマスの何か影響あるんじゃないかとか、まあ、結構そういう意見で出て、本当にパッと見たデータで、まあ、皆さんすごい何かいい線いってるなと思いました。で、まあ、答えから言うと、このサイトはこれですと。クロムハウス。まあ、ブランドまで正解したという方います。でも今聞いてても、まあ、ほぼほぼ正解ですよね。で、ちょっとデータに戻ります。あ、ちょっとこのサイト借りてきたんです。小川拓さんというアクセス解析の巨匠の人が借りてきたデータなので、SNS のシェアとかはここはしないでください。で、まずそうですね、これ売れた金額とトランザクション数というのを言うと、客単価分かりますよね。で、8万とか9万とか結構いい値段するねみたいな。でも売れてる。で、先ほど言っていたように、ここですね、新規セッション率、まあ、結構男性はリピートするようなサイトだなっていう。で、女性の方が、まあ、新規で来る人が多い。でもコンバージョン率を見ると女性の方が高いんですよね。でも普通っていうとおかしいかもしれないですけど、大体リピーターとか多い方が高くなるんじゃないかとか。そしていきなり来てこんな高いもの買うのみたいな、すごいよねそれってっていうところにこう気づいていくかっていうところなんですけれども、まあ、そこから先ほど言ったように妄想力がどんどん生きてくるところなんですが、じゃあこれ女性はこうプレゼントだから、もう買うの決まってて、なんかそれがあるかっていうところを調べてあれば買うっていう話じゃないのかなとか、12月の方が12月の方が売り上げが高いっていうことを考えたら、やっぱりプレゼントだよねと。11月はまあ普通のプレゼントかもしれないけど、12月はやっぱ特別なプレゼントがあるからこれだけ多いよねとか、でコンバージョン率も高いよねとかっていうようなことが分かってきまして、まあ半分はデータから気づくところなんですけど、まあ、半分はまだ仮説になりますよね。
で、まあ、これをどんどん深掘って調べていってもいいんですけど、まあ、やっぱこういうのがクライアントさんとヒアリングした内容とかで、女性って、まあ、実店舗もあるところなんですけど、買いに来ますって、結構買いに来てそのまま即決して買いに来ます。え、なんでそんな即決できるんですか。いや、もうなんか、まあ、ホストとかその夜のキャラとか結構そういう近くにその実店舗があって、もうなんかその言われててそれを買いに来て、クリスマスとかはもうそれでもうすぐ買っていく人が多い。じゃあやっぱり先ほどの仮説も合ってるんじゃないかっていうのも素晴らしいですね、本当に。っていうこととかに気づいていく。これもあれなんですよ、まとまったデータで全体の長期率とか全体の購入率っていうのは見てたら気づかないんですよね。でも分けたことによって気づく。でここまで気づいたら、じゃあこのサイトどうすればいいかなと考えていくときに、あのクリスマスの時に男性が喜ぶプレゼントランキングとかって言って、ちょっとあのお高いけどこれ一番おすすめです、喜んでくれますよっていうのを持ってきたりとか、そういうようなことができていきますと。これを選んでいけば間違いないと。そういうふうなことで、まあ、あのセグメントを利用すると、分けたことで差分発生して気づきを踏めるっていう方法です。でセグメントなんですけど、 Google Analytics、まあ、使ったことない人はぜひ一度開けてみていただきたいんですけど、登録自体無料で入ってきるので、あのセグメントっていう機能が元々ついてるんですね。すべてのデータというのは表示されるんですけど、このセグメントってなると元々結構いろんな、どういうふうにセグメントしますかっていうのが結構出てきます。まあ、内容で言うとこういうユーザー軸でセグメントするのは、新規とリピーターでやるのか、集客どういう行動、どういう行動をしたかっていうのでセグメントするとか、いろいろ本当にたくさん出てきます。なので、まあ、これをぜひぜひ一回ポチッとして、まあ、見てみてくださいっていうところなんですけど、まあ、そんなことなくても結構あるじゃん、どうしていいか分からないという時に気づきが生まれやすいセグメントっていうのは、まあ、この辺ですね。まあ、あのちょっと仮説がうまく立たない時はあのこういうところを見てください。新ユーザーとリピーターで見ていた、やっぱ初めて来た人と2回目とか、まあ、10回目とか来た人の行動パターンって、まあ、基本違います。初めて来た人、そもそもそのサービスとはとかありますし、何回も来る人って結構買うまでに検討していいところまで来てるので、例えばキャンセルポリシーとか料金の細かいところを見てるとかあったりするので、そこを見たりとか、あとモバイルトラフィックと PC トラフィックですね。この辺ももう全然行動違います。今なんてもうモバイルで使ってる人相当多いので、ビジネスによったら9割ぐらい使ってる人もいるので、こういうふうに分けてみると。あとはこれ結構重要です。 CV したユーザーと CV したユーザー、まあ、要はネット通販から購入したユーザーと購入してないユーザー、そのリードジェネレーションのようなこう送客するようなサイトだと、申し込みした人とかお問い合わせした人としてない人、何が違うのか、申し込みした人って必ずこのページ見てるよねとか、なんかそういうふうなことの気づきになったりします。あと特定のページを見たユーザーと特定のページを見ていないユーザーとか、やっぱりその企業視点で言うと、この内容を見てほしいよねっていうようなコンテンツがあると思うんですけど、それを見た後の行動の変化を比較すると、こういうふうに分けてみることによって気づきが生まれます。まあ、逆に言うと、そのまとまったデータって見ててもあんまり、なんでしょう、まあアクセスこれだけ来てるんだみたいな話で終わっちゃうんですよ。でも本当に知りたいのっていうのは、自分たちが狙ってるようなターゲット層の人の動きとか、買ってくれる人、そう、なかなか買いそうで買わない人の違いって何なんだろうっていうところを本当は知りたいはずなので、その辺も気づきになります。でもう一つですね、セグメントから作れるんですよ、自分で。で作っていただきたいんですけど、一つだけ、まあ、あのこの、まあ、セグメントを追加というボタンがあるので、これ開いたりして、ぜひ開いてみていただきたいんですけど、これを押していただいて、まあ、ちょっといろいろ分けれるんですけど、よくあるのが、例えばまあウェブ制作会社とかでも、まあ、何か製品販売してる人とか、その契約しようと思う人って、必ずやっぱ過去の事例と会社名とか見るんですよね。なので、この、まあ、サービスページと、まあ、あの会社案内を見た人、かつ CV してない人、みたいなセグメントを作ったりすると、まあ、その行動パターンとの比較をするとか、そういうことができますので、これはもう結構、はい。で、先ほど仮説を立てるときも、見えるデータを見ようっていう視点じゃなくて、まずどういうデータをが見れるかっていうことはまず考えずに、どういうデータを知りたいかっていうふうに考えてください。で、それが実際ツールで設定できるかできないか、ちょっとひとまず後回し。で、
まあ、結構 Google Analytics とか今他のツールも優秀なので見たいデータをこう設定とか設計したりできます。それがまあ初めに言ってたあのプロセスのところのまあツールの設定測定するところですね。なので本当必要なデータを取りに行くと。よくあるのがあのまあ、ウェブ予約もするけど、あの美容室とか医者とかって電話予約とかするじゃないですか。でもあの電話予約 のボタンとかってそのままだとやっぱ取れないんですけど、ここからセグメントじゃなくてその取れるように設定すればじゃ取れたりするので、まずこういうデータを見る前の今どういうデータを知りたいかっていうのをちゃんと設計して、それを分析できるようにするっていうのが重要ですと。ではまとめに行きます。おさらいです、まあ、この D マイク、これはもうあの言葉というよりかはこの流れを覚えてくださいと。であの分析やって、施策やってっていうのをこうぐるぐる PDC 回すんですけど、やっぱり重要なのってこの目標設計、あとツールの設計とか仮説を立てるっていうことだったよねっていう、本当に今日はもうここをしっかりやるっていうことも覚えて帰ってくれれば、もうそれでもう全然今後データの見方とか解析の仕方っていうのがもう変わると思います。で、これをしようと思ったらやっぱりそもそもビジネスのデータ理解しなきゃいけないので、クライアントとか社内でのコミュニケーションが絶対増えるはずです。これをぜひぜひ進めてください。で、これをやるってなると本当にあのヒアリングとかのユーザー視点、本当に今これ言われてますよね、ユーザーの気持ちを考えようとか、ペルソナとかカスタマージャーニーとか言われるようになってきてるので、やっぱこの辺をしっかりしなきゃ分析とかうまくできないかなっていうところもあるので、この辺をしっかりやっていきましょうというところで以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しい、ね、セッションでしたけれども、あの最初にこうあの数字をすぐ見るなということで言ってましたけれども、はい、分析というのと解析と、はい、まあ言葉遊び的になっちゃうんだけど、はい、解析では数字を見て判断するんじゃないっていうことなんですかね。数字を 見て判断、はい、考えることではなくて、はい、の最初にこう、なんて言ってましたっけ、あ、はい、分析と解析の分析と解析の違いみたいな感じですかね、はい、そうですね、あの、まあ、同じような文脈で使われてて、普段皆さんが使われている中では、まあ、ちゃんと言葉定義できていれば使い分けてほしいんですけど、まあ、一応その分析も解析も一つのあるデータをこう分けて、その構成要素をはっきりさせていくっていう作業なんですが、まあ、解析に関してはそれをやりつつしっかりとその本質を突き詰める。なので、仮説ありきみたいな、これを求めよう、あ、これはどうなのかっていう、それをちゃんと分けてみていくところで突き詰めるっていうのが、まあ、解析っていうので必要かな。だからウェブ解析って言われるのかな。仮説ありきは大事なことですね。そうですね、大事でも仮説検証っていうのがもう大事です、まあ、分析はまあこれデータがあった時に、まあ、そこでも気づきはさっきみたいに得られるんですけど、まあ、分けていくことによって気づきが得られるっていうところだと単純に分析って言ったりしています。わかりました。最初にこうあの Google Analytics にいたと、はい、あのいっぱい数字があるので見切れないよねみたいな話がありましたけど、はい、その中でもここは押さえておくといいですよっていうところはどの辺でしょうか。あ、そうですね、それはやっぱり結構あるんですけど、やっぱクライアントさんにこう、ね、データを見せられて、いやいやちょっとそもそもの話させてくださいって言ったらちょっとみたいな感じになるので、まあやっぱそうは言ってもあのユーザーサマリーってどれくらいアクセスがあるのかっていうところと、あと集客という従事元ですね、自然検索で来てるのか広告で来てるのか、まあ、SNS で来てるのかっていうその内訳と、あとはコンバージョンどれくらいあるのか、あとランディングページを見ますかね、どのページから受けてきてるのか、まあ、その4つっていうのは結構どういうサイトとかどういう KPI を切っても見ます。はい、もう一度ユーザーサマリーと流入元コンバージョンとランニングページ、ランニングページこれはマストと、はい、マストというか、まあ、見ておいた方がいいですね、はい、まあ、見てなくてもできることもあるんですけど僕は必ず見ます。はい、なるほど。あの今回ツールの説明しませんよということでね、はい、あの本質的なというか、貴重な個人的なところでやっていきたいんですけど、そもそも今 Google Analytics これがやろうかなという方は、はい、タグの設置っていうところがあると思うんですけど、はい、結構ボディタグの
後ろにあったりとか、はい、いろいろこう場所があったりするじゃないですか、はい、今はどこにタグを入れるんですか。今はもう上の方に入れてくださいって話なんですけど、はい、あの結果で言うとどこに入れても取れるっちゃ取れるんですけど、なんか今っていろんなツールと連携するので、あの上に入れといた方がなんかいろんなツール入れた時にバグらないっていう、なのでヘッドの後とかに入れますね。あの文字コードの宣言の後の方がいいかな、UTF-8 とか。そんなに前に入れるんですか。に入れるっていう、そういうふうに Google は言ってます。そこに入れてくださいって、あの最新のやつでは、はい、言うてること Google すぐ変わるんですよ。そう、昔はあのボディの直後とかヘッドの閉じたくの前とかだったんですけど、はい、今はなんかこのあのタグマネージャーっていう、このいろんなこう、はい、タグをまとめたりするやつとか入ってて、はい、いろんなのと連携するからか、はい、もう上に入れてくださいって言ってますね。ああ、なるほど、分かりました。サイトによってはそもそも の, この数が少ないというケースもあると思うんですけど、あ、アクセスのですか、ね、はい、はい、そういった場合はどのように考えるんでしょうか。でもあのアクセスが多い少ない関係なく、まあ、絶対 Google アナリティクスは入れた方がいいと思ってて、まあ、確かに少ないと気づきとかはもうそんなには生まれないんですけれども、やっぱりその少ないなりのコンバージョンがあった場合ってなかなかコンバージョン率が良かったりするんですよね、アクセスが。でそしたらそれすごい、まあ、ファンというかそのついてるお客さんのことが分かったりとかしますし、あと、まあ、うちも結構小さい会社さん、クライアントさんいるんですけど、まあ、社長とかその細かい分析のために全然興味ないんですよ。でもアクセスが200から300に上がりましたとかテンション上がるんですよ。何人ぐらいが店舗に来てるとか、はい、うちの商品来てくれてるとか、本当その数っていうのがやっぱりモチベーションにつながったりするので、少なくともその変化っていうのが重要ですね。はい、わかりました。じゃあ改めてビビさん、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、では皆さん